はい、プレボール、どうも野球人です。2021年ドラフト候補紹介ということでございまして、今回もですねしっかりとドラフト候補のご紹介していきたいと思います。今日ご紹介の選手はこちらでございます。はい、2021年ドラフト候補紹介、明治大学六大学の韋駄天丸山和也選手ということでございまして、今日はですね大学生の野手のご紹介でございます。丸山選手、高校時代も活躍した選手なんですけれども、どういう選手かしっかりとプロフィール確認していきましょう。はい、丸山和也選手、ドラフト履歴書を見ていきます。1999年、7月18日生まれ、在籍明治大学、東京六大学ですね。群馬県出身、身長174センチ、体重77キロ。ポジション外野手を務めまして、左投げ、左打ちの選手でございます。はい、では丸山選手、どんな球歴を歩んできたのか、そこも触れていきたいと思います。はい、球歴ですね。小学校から高校まで一気に見ていきましょう。小学1年生から軟式野球を始め、中学では軟式野球部に所属します。当時はですね、ピッチャーや左利きながらもキャッチャー、ショートといろんなポジションを務めた選手でもあるんですね。卒業後は前橋育英高校に進学し、計3回の甲子園出場、俊足高打のセンター、マックス144キロのエースとして活躍し、最後3年夏には甲子園で大会最多8盗塁を記録、高校日本代表にも選出されるなど、プロからも注目される存在でございました。はい、そしてその後はですね、プロ志望届出さずに進学の道を選びます。はい、そして現在の明治大学、進学後は1年春のオープン戦で右肩を脱臼し投手を断念、大学では野手1本となります。そこからリハビリを経て2年春にリーグ戦デビュー、センターでレギュラーを獲得すると打率3割1分8厘を残し、チームのリーグ優勝に貢献、続く全日本大学野球選手権大会でも活躍し、チームは日本一に輝きました。さらに大会後は2年生ながら大学日本代表に選出、日米大学野球大会に出場し5試合で2安打と結果は残せなかったものの、日本の優勝で、これは終えることになります。なので早くから全国経験のある選手ということですね。はい、その後はですね、やはりプロから注目されることが多くなるものの、左肩痛が発症し2年秋のリーグ戦は出場できませんでした。そしてそこからなかなか状態が上がらず、3年春は、コロナでね試合が少なかったこともあるんですけれども、2試合のみの出場に終わります。しかし続く3年秋のリーグ戦は打率2割6分3厘ながらも徐々に復活の兆しを見せると、今年の4年春のリーグ戦で主将を任されて覚醒、打率3割5分7厘を記録し、盗塁も6つ決めてリードオフマンとして完全復活した形となりました。はい、というわけで以上がですね丸山選手旧歴、見ていきました。続いて彼がどのような選手かというのを深く掘り下げていきましょう。はい、選手解説ということでお話していきましょう。丸山和也選手ですね、特徴はですね、春のリーグ戦終了時ですが、高校通算は15本塁打、大学リーグ通算0ホーマー、50メートル5秒8、遠投 100m という数字が出ております。バッティング打撃面について見ていきましょう。一番の魅力は何と言っても彼の走力にあると思います。一塁到達タイムは 3.8 秒台を記録し、走塁技術もピカイチです。本当にですね、足だけ見ると大学トップクラス、即戦力の選手かなというふうに思います。打撃面においてもですね、ハイアベレージをマークして決して悪くはありません。ちょっとね、荒かった打撃もですね、4年生になって足をあまり上げなくなったことでね、安定感がぐっと増してきたかなというふうに思います。しかし選球眼、そして長打力は、ドラフト候補ですねとしては物足りなさを感じるため、総合的に見てですね、足とですね、それ以外のバッティングのところ、あとは守備なんかもね見て輝くタイプかなというふうに思います。はい、そしてその守備なんですけれども、センターを主に守りまして、センター守備は自慢の快速を生かし広い守備範囲を持っております。で、肩はですね、利き腕ではないですが右肩を脱臼しております。で、左肩痛もね先ほど言った通りあったので、ちょっと不安な部分も見られるんですけれども、問題なく強い送球というのが見て取れるので、プロでもしっかりねセンター守れる可能性が高いんじゃないかなというふうに思います。で、タイプ的に本当に阪神の近本選手に近い感じかなってところですね。左投げ左打ちも一緒ですし、で肩もねちょっと怪我してピッチャー諦めたっていうのも結構ね似てる境遇ではあるので、そういうねイメージを持っていただいたら分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。
では続きまして成績ですね、リーグ通算見ていきましょう。はい、選手成績ですね、見ていきましょう。東京六大学リーグですね、見ていくと18年、春秋はですね、先ほど言ったリハビリのため出場はありませんでした。で19年春ですね、12試合に出場、44打数の14安打0ホーマー4打点ですね、打率が3割1分8厘と、好成績を記録しております。で19年はですね、左肩痛で出場なしと。で、20年、が春。これね、コロナで試合数自体が5試合しかなかったんですけど、それでもね、2試合だけの出場ということで、打率も1割4分3厘、不調が、続いていたということなんですが、20年秋は10試合、38打数の10安打、で、打率が2割6分3厘と、徐々にね、ここで、復調しているのがわかります。で、今年の春、21年春ですね、10試合で42安打15、42打数ですね、15安打、ホームラン0、5打点、三振6、四球2、打率が3割5分7厘ということで、ここでもうね、ハイアベレージを残していると、キャリアハイですね。で、合計で見ると、通算34試合で131打数の40安打、14打点に、27三振6四球、打率が3割5厘という成績です。はい、で選球眼がですね、あまり良くないのは不安点ではあるんですが、盗塁も通算11とリードオフマンとして期待できる選手かなというふうに思います。センターラインを補強したい球団っていうのはぜひね、狙いたい選手かなというふうには思いますので、まあそうですね、左の走れるセンターということで需要はね、ある程度あるかなというふうには思いますので、間違いなくね、ドラフト指名自体はされるのかなというふうに思いますし、まあ足もね、肩もあるということなんで、まあ中旬からの指名っていうのは十分考えられるのかなというふうには思います。はい、ということで、丸山選手でございました。続いてスカウトコメント見ていきましょう。はい、ではスカウトコメントですね、見ていきましょう。で現在スカウトコメントがあるのはですね、阪神だけでございまして、阪神の平塚スカウトはミートはしっかりできるし、足と肩は魅力で守備範囲が広いということでね、評価しております。やはり近本選手と、まあ、重なるところはあるんでしょうか。ポスト近本としてね、年齢も割と離れているので十分ね、取っていい選手かなというふうに思います。ただですね、まあ、阪神的に同じ左バッターの島田選手とかもね、台頭してくるので、まあ必ずね、取らないといけないかと言われるとそうでもない感じはしますね。で、他にですね、広島や日ハムが視察との情報もございますので、まあ広島なんかはね、まあ外野手っていうところは欲しいところではあるのでね、まあ要チェックかなと。日本ハムもね、磯畑選手とかも入ったんですけれども、それでもね、ちょっと外野足りないかなという感じもするので、まあそういう意味ではこの3球団がマークしているのかなというふうに思います。はい、では以上スカウトコメントでございました。はい、2021年ドラフト候補紹介、今日のご紹介は明治大学の丸山選手のご紹介でございました。いかがでございましたでしょうか。はい、というわけで今回もね、ご紹介でしたが、この他にも、ドラフト候補紹介、動画作っておりますので、終了画面や再生リスト概要欄からなどですね、飛んでいただいて見ていただければなというふうに思います。では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット、ありがとうございました。